ラスト、ビクトリーナ姫路に所属していた。大分県早見郡肘町出身。実施の影響で小学校入学前にバレーボールを、はじめ、小学校6年生から、セッター専門になる。東、九州龍谷高等学校では3年生時に首相を、務め、2006年春高バレー優勝、2007年、準優勝。インターハイ。 国体に出場したほか、2007年、アジアユース選手権、世界ユース選手権を経験した。2007年ワールドカップ大会前に、全日本代表に初招集され、日本バレーボール史上初めて平成生まれの代表選手となった。同大会で代表デビューを果たし、中田組以来となる高校生セッターとして、注目を浴びた。2008年、JT。 マーベラスに入部。同年8月、北京オリンピックに出場。翌9月開催のアジアジュニア選手権で優勝に貢献し、MVP ベストセッター賞を受賞した。2011年5月、退社。2016年7月7日、ビクトリーナ姫路公式サイトにて、同チームとプロ契約を結んだことが発表された。現役時代に共にプレーし、 同チームの監督に就任した、竹下義恵の誘いを受けての現役復帰だった。2018、19シーズンには、同チームの2代目首相を務め、チームを牽引した。2019年4月24日、ビクトリーナ姫路公式サイトにて、同チームからの対談と選手としての引退が、発表された。本人のメッセージは以下。日頃より、たくさんのご支援。 ご声援をありがとうございます。今シーズンをもちまして、引退することを決断いたしました。6年のブランクがある中、チームの立ち上げから声をかけていただき、チームに携わるすべての皆様の温かいご支援、力強い応援があったからこそ、最後まで全力で頑張り切ることができました。この3年間、本当に多くのことを経験させてもらいながら、 キャプテンとして V2 リーグで優勝することができ、皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。クロワシバタは怪我のため出場できませんが、最後までチームのサポートを頑張りたいと思います。21歳で一度引退しましたが、ビクトリーナ姫路で現役復帰し、また V リーグでプレーすることができて本当に良かったですし、最高のバレー人生でした。 ありがとうございました。これからも、ビクトリーナ姫路へのご支援ご声援をよろしく、お願いいたします。ビクトリーナ姫路2018年度対談、引退選手のお知らせよりチーム創設当初は、選手も3人しかおらず、どこで練習するのか、本当に人が集まるのか、不安ばかりだった。しかしだんだんと人が増え、チームとして、形ができて、V2 で優勝することができた。 本当にやりきったという思いが大きい。今の若いメンバーは勢いがある。これからたくさん経験を積んで、見ている人がワクワクするようなチームになってほしい。ビクトリーナ姫路2019年5月3日、VS 青山学院大学試合レポート、河合ゆきのコメントより、V プレミアリーグレギュラーラウンドにおける、個人成績は、下記の通り。ありがとうございます。